はい、コーヒー。どういたしまして。何その顔は。ちょっと黙ってなさい。そうね、そろそろいいかしら。砂糖もミルクも一切入ってない純粋ブラックコーヒーを10杯。あんたの舌は今や苦味で麻痺した頃合いでしょう。そこでこれ。嫌がらせのチョコレートよ。コーヒーの苦味によってチョコの味などわからない。そう、それでいいの。なぜなら失敗したから手作り。前回はなぜあんなに見事に完成したのか、全く不思議なほど失敗したから。なのでチョコの味がわからぬように舌を麻痺させました。以上。何よその顔は。だらしがない、締まりがない、みっともない。え、嬉しい？何が？いや、今のは違うわ。違うの。言い間違いよ。ただの、ただの市販品よ。そこの購買部で 19P で買った代物だから。そんな安値で売ってない？いいえ、売っていたのよ、偶然ね。その、ねえ、帰らせてもらうわ。うん。と思わないことね。じゃあ本当に帰るわ。ああ、それからたかが 19P で売ってたチョコだけど、世界に2つとない貴重品だから。自分でも何言ってるかわかんないけど、とにかく貴重品だから、味わって食べるように。いいわね。それから